見える開花メルマガ。こんにちは。一般社団法人開花 GP の村松大輔です。今日はですね、人混みが苦手、集団に入っていけないとか、教室に入れないとか、職場にちょっとなんか人が多すぎると入りにくいとか、っていう方のですね、えー、子供たちの、えー、実は無限の可能性というところの話に入っていきます。では、早速に画面の共有です。 集団が苦手な人のの無限の可能性、とというところですごめんなさい、えー。教室に入りにくいとか職場に、ね、こう入りにくいなじみにくいとか学校に行きたいんだけどなんかうってこう人がいっぱいいると人の気持ちをたくさんこう拾いすぎちゃって居心地が悪い自分が苦しくなっちゃうとか。あと の怒られてる姿を見ていると自分もこう怒られてるふうに一緒にこう感じてしまうとかあとニュースでねこの悲惨なニュース戦争の話とか紛争の話とかのニュースを見ていると吐き気がして自分もこう一緒になっちゃうみたいな方がいらっしゃると思います。で実は私これを調べていてこのニュースを見ると私もこのうーって気持ち悪くなって。 なんですか胃がもかもかするみたいな吐きそうな感じになるので、俺もそうかなみたいな感じがするんですが、これ何かというと、まあ、可能性ですが、人口の20%、5人に1人はいると言われているこの HSP という気質、特徴なんですが、Highly Sensitive Person という HSC とか HSP ってあるんですけど、P と C の違いは、チャイルドなのか、パーソンなのかな、同じものですね。HSP が何かこれは病気じゃなくて、ですね優しい人とか怒り,りっぽい人みたいな、この脂質、気質ですね。で、敏感だと、敏感に反応する。で、これはですね、実は人間だけじゃなくて、なんとハエにもいると。ハエとか鳥さんとかお魚さんとか犬猫とかお猿さんなど、霊長類など、100種類以上に見られているものだそうですで。なのののでこの敏感に反応してしてまううというのは ある意味種の保存として、種の生存として、えー、その種族が生き残るための戦略だというふうに言ってることもあります。で具体的にいくとどういう特徴があるのかなと。でその後でじゃどういうふうにしていけばよりこうね、えー、さらにこう素晴らしい状態になれるかというところに入っていきます。 で、この臨床心理学者のエレン・アーロン博士が HSP で有名な方なんですけども、このアーロン博士が言うんにですね、この HSP の4つの特徴として DOSE とい、e えー、うところで伝えてるんですけども、えー、処理の深さ D が Depth of Processing、この処理深さで感覚が非常にこう深く徹底的にこう処理すると。だから綿密にこう仕事できちゃうみたいな感じ。 s, で s あ o ですね、DOOO、オーバースティモライティーとこの刺激を受けやすいと、感覚的に、五感がすごくこう敏感で、なので疲れやすいとか、不機嫌とか、で体調不良などにもつな、えー、がりやすいとか、ですごい、えー、と疲れてる環境の中に入るとすごくもらっちゃうとか、逆に大喜びの環境、幸せすぎる環境に入っても、それが刺激が強すぎると疲れちゃうと。 いう特徴もあるそうです次が S。あ、いいか。ごめんなさいね。あ、いいだな。順万客ですね。エモーショナルアクティビティエンハイマーエンパティと。感情的な反応とか、高度な共感性エンパスィ、共感していくと。ミラーニューロンというのは脳みその神経細胞の中で、えー、お母さんがママが言うと赤ちゃんがそれに反応するみたいなニューロン、ミラーニューロンというのがあるんですけども、それが活発で、人にこう共感しやすい。 感情移入しやすいで、人ごと事なんだけど自分ごとのように扱えると。それがいい意味でも悪い意味、まあ、疲れちゃう意味でもですね。と、S、センシティビティ t とサトルスティミュライですね。このちわずかな刺激に対してもすごくこう反応できると。と小さな変化とか、細かい人の意図に気づきやすいと。なんかこう、人がこうキョロキョロしてたら、あ、なんか欲しいんだなって、そさっとこう用意できちゃうとか。 すごくこう敏感に反応できるということは疲れちゃう反面すごいこのウェイターさんとかおもてなしをする人とかが特質を特徴的を,特,を特,特質をすごくねあの表しやすいとじゃあどうしようとどういうふうに捉えればいいかなとそれをですね疲れちゃうからとかこれね教室に入れないからこの子だめとかではなくて良い側面から見ると 良い側面から見てみるとどうかなというとすごくあの嘘をつけないと優れた両親の持ち主だと,とか愛情とか喜びをより深く感じ取れるとかポジティブな人生観を持つことができるとかあと親切で人が困っていることに対してさっと気づくからすぐこうそういうふうに何かしてあげたいなと何かしたいなと動けるととか なのでそれゆえにカウンセラーとか教師とかヒーラーへの高い適正能力がある。で、えー、絵とか音楽とか自然界のものに敏感にこう反応できてそれを表現できるというのが HSP のい、e、い側ですね。あと危機器を早期に察知するとか環境問題地球環境とか地球の汚れとかに対して非常にこう敏感に反応するとか あと動物に対して何とかしてあげたいとかっていうふうに反応できると。で、えー、五感がすごく非常に敏感ですよとか直感が鋭くてスピ,リチュアルスピリチュアルな体験をすることも多いというのが HSP の特質のいい側だそうです。だからあの、教室に入りにくい一側面だけを見て何とかしなきゃやばいとか、あ お母さん私が恥ずかしいとかって思ってしまいがちなんですけどもそうに捉えずにですね、まあ、日本だと社会的にどう思われるかっていうのはすごく強くなってしまうのでそれがある意味この親御さんが、まあ、試されてるというか自分のお子さんがもしこういう学校に教室に、ね、入りにくいっていう場合だったら親御さんがその社会的目じゃなくてうちの子の無限の可能性をどれだけこう見いだせるかなと。 そここを激でできるかなとということですねどれだけこう見いだせるかということをある意味、試されているしもしご自身がこういう特質、ね、あの人混みが疲れちゃうとかっていう場合はその疲れちゃう側にだからやめようとか出控えようとかではなくてあこっちの能力すごいんだと私とかうちの子はっていうふうに捉えていただいてですねいい側を捉えてあげるとそうするとパラレルワールドがいい側に入ってきます。 なととかかしなきゃとか病だから治さなきゃとか病じゃないんですけども、えー、っていうふうに捉えるとつらいと。とだから教室に入りにくいとか職場に入りにくい。ここから先は私の開花の、えー、メッセージです。さっきまでは、えー、とデータです。で、これをこの教室に入りにくいとか職場に入りにくいっていうのを病気とか治さなきゃとか捉えないと。病気ではなくて、えー、気質です。で、実は素晴らしい才能ですと。それが。 人に敏感に反応できる、周りに敏感に反応できると、地球と同調できると、自然界と同調できると。だから人混みが苦手であれば、大自然の側を敏感に響かせて、それを世の中の人に、自然ってこんだけいいんだよみたいに、そういうお仕事とか、そういうメッセージを伝えられる人になれると。とか、教室に入らなくても、このオンラインなどで一人でできるところを選択してあげるとか、 えー、机をこう区切ってあげて周りがこう見えないふうにしてあげるとかあとこの優しい人たちとか理解ある人たちの中で育ててあげるとかですねあのー、まあ HSP の強い方で言うとお友達同士のちょっと悪い言葉 クソとか、てめしねとか、そういう言葉にもぎゅーってこう居心地が悪くなってしまうんですねで。なので、そうじゃない人たちが多いところで育ててあげると。さらに、えー、才能を激褒めしてあげると。あなたここが素晴らしいからと。動物にすごく優しいよねとか、地球の気持ちわかるよねとか、植物の気持ちわかるよねみたいに、その才能を周りが激褒めしてあげると。だから あなたはこのネガティブなところいるとつらいよねとか疲れちゃうよねっていうふうに意識を向けさせるんじゃなくてあ犬の気持ちわかるじゃんとかお友達の困ってるところわかるよねみたいにこう理解をい,い,いい側を見せてあげるですねあとその HSP かもしれないとわからないけれどもでそれをこういう可能,性可能性があるかもしれないっていうことを素晴らしさを響かせながらお伝えすると。 HSB だからやばいじゃなくてこんだけすごい才能を持ってるんだよという素晴らしさとして、えー、お伝えある程度の年齢いったらですねお伝えしてあげると本人があなんだそれって私の悪い部分じゃなくて何人かいるんじゃんみたいに思ってあげると、あのー、楽になるある程度の年齢いったときにです、ね、であとお仕事として一人で黙々と漫画家になるとか小説家になるとか あの自然界の絵を描くお仕事とかっていうふうにあんまりこう大勢とやるのではなくて自分の芸術性才能を生かせるお仕事を選んであげるっていうことですねさてまとめるとどう接すればいいかどうあ,りがあればいいかというとお相手とか自分自身の特徴才能を素晴らしい側から見出すとそれが この HS の HSP、ねえー、メッセージですそれを活かしていくとだから無駄なものって何もなくてこれ敏感だから私直さなきゃとかそういうものでは全くなくて素晴らしい特質なのでそちら側を活かせる活かすとそんなこと言ったって教室入れないんだどうすんのみたいな言う側ではなくてあそうなんだな、ね、そういう特徴なんだとじゃあそのね一人でできるような環境とか その自分の才能を生かせる側をどんどん,どん,どん伸ばさせてあげると敏感に反応できるからネガティブにも敏感だしポジティあの自然界の美しさにも敏感だからそちら側をいい側をです、ね、ど,んど,んどんどん入れさせてあげて自分が素晴らしいんだということをです、ねえー、響かせてあげるのが周りから見守る人たちにとっても自分自身にとっても重要ですということをです、ね、ぜひ自分の内側で響かせていっていただければと思います。 ということで、自信を持ってですね、本当にこう素晴らしい才能なんだというふうに捉えていただければと思います。ということで、今日も最高素敵な一日を過ごしましょう。さよなら。